ちょっとよろしいでしょうか。どういうつもりだ。おい、しばしご辛抱ください。実はヒュスクなのですが、先回りして情報を消しているようです。おそらくヒュスクは音声だけではなく唇の動きから私たちの会話を聞いています。なので失礼とは思いつつ。おい、勘弁。ああ、